島田真央、ノーミス70、55点で暫定首位暫定2位、櫛田いくら、暫定3位、芝山あゆみ全国中学校大会女子 SP。フィギュアスケート、全国中学校大会5日、長野市ビッグハット。女子ショートプログラム SP が行われ、2月開幕の世界ジュニアカルガリー代表で、昨年末の全日本選手権で3位に入った14歳、島田真央、京都、広野が70、55点をマークし、暫定首位に立った。3回転ループ、ダブルアクセル、2回転半ジャンプ、3回転のルッツトーループの連続ジャンプを決め、スピン、ステップでも最高のレベル4を並べた。櫛田いくら、京都、富士が65、42点で暫定2位、芝山あゆみ、京都、立命館宇治が65、29点で暫定3位となった。女子 SP は6日も行われ、フリーは7日に実施される。フィギュア、中に島田真央ら京都勢が暫定上位5人独占全国中学校大会女子 SP、上位一覧。フィギュアスケート、全国中学校大会、5日、長野市ビッグハット、女子ショートプログラム、SP、A。京都勢が上位5人を独占した。女子 SP は A と B、6日に分けて行われ、上位18人が7日のフリーに進む。前半の A を終えた暫定順位は以下の通り。1、島田真央、京都、広野中2年、70、55点。2、櫛田いくら、京都、宇治中3年、65、42点。3、芝山あゆみ、京都、立命館宇治中3年、65、29点。4、村上春奈、京都、北宇治中2年、57、11点。5、杉山菜那、京都、宇治中3年、53、99点。6、岩本愛子、北海道、苫小牧青少中2年、52、97点。7、藤沼翔空、埼玉、太平中2年、50、35点。